昨日行われた夏の高校野球県大会決勝戦で初の甲子園出場を決めた藤枝明誠高校ナインが先ほど母校で優勝の報告をしました。藤枝明誠高校には在校生や中学の部の生徒などおよそ300人が集まりました。県大会の優勝メダルを携えた選手たちは晴れ晴れとした表情で祝福に応えていました。優勝報告では中田悠斗主将が次は日本一を目指して甲子園に乗り込みますと強い決意を語りました。もう本当にだんだんやっぱりすごい時間が置いてきて自分も本当にすごく今気が引き締まってます。チームがしっかり勝利に導けるようなピッチングをしたいと思ってます。藤枝明誠の選手たちは今月31日に甲子園に向けて静岡を出発します。